あの伝説の二遊間コンビが復活。はい、皆さんこんにちは、ニヤニーです。仮面ライダーリバイス第2話もうご覧になりましたでしょうか。1話に引き続き最高に面白かったですね。前回の動画でも話したんですけど、このリバイスはかなり伏線が張られているようなので、これは伏線なのかな、いやこっちかなって思いながら見てたら、30分って一瞬で終わっちゃいますね。今日も伏線っぽいところがあったので、それはまた後でお話ししましょう。ということで仮面ライダーリバイス第2話をみんなと一緒に振り返っていきたいなと思います。なんといっても今回はオープニングでしょうね。このオープニング映像と歌詞だけでも一本の動画が作れそうなので、それはちょっとまた後日動画作るのでご覧いただければなと思います。そして本編お話ししていきましょう。早速ヒロミが大ピンチということで、司令官解任で分隊長に降格ということで、まあ分隊長ということは大地と同じ階級ってことになりますね。これヒロミからまた悪魔出てくるのもほぼ確定なんじゃないですかね。なんか前回はねヒロミもね仮面ライダーになってくれて嬉しいなってお話ししたと思うんですけど、ヒロミに関してはちょっとやっぱり闇のオーラしか感じないなと思ってます。そしてなんと仮面ライダーにあの洗い場コンビが、これはね冒頭でお話ししました洗い場コンビのことなんですけど、脚本の木下さんは、まあ、プロ野球というか中日が好きなんですかね。まさかここでね役名に荒木と井端が出てくるとは思いませんでした。最初ね普通に見てたんですけど全然気づかなくて、字幕付きで見た時に荒木と井端って出て、えってなりましたね。今のこの20代前半とか10代の方はこの洗い場って言われてもおそらくわかんないですよね。そして大地が一気にフェニックスと契約を結ぶようにお願いするシーンなんですけど、まあ一気はね契約したくないのはバイスがまた家族を襲ったらというふうにね考えてるんでしょうね。今回でも実際にね大地に一回襲いかかるシーンがあったので、まあそれをね躊躇しておそらくすんなりと契約には至ってらなかったのか、あと兄としてもやっぱりそのね大事が一生懸命築き上げてきたこの分隊長っていう地位を俺が簡単に、まあ、超えるか超えないかはちょっと分かんないんですけど、あのね大事の今までのね苦労とか見てきてるから、そんな簡単に俺がそういう大事のね、所属しているチームに入っていいものかという葛藤もなんかありそうな気がしますよね。でこうね大事が使えよってこのセリフは大事にはかなりきつい言葉やったとは思うんですよね。僕やったら使えるなら使ってるよって思うし、まあ大事の表情的にそれと同じような感情がそこにあったように思います。これねちょっと大事悔しかったでしょうね。そしてイーグルゲノム登場、これテレビくんで見てた時から結構好きで、映像で見てもやっぱりかっこいい。そしてねニヤニーが大好きなリアルな変身ではなくリアルなリミックスが今回ありました。初リミックスはこうでなくっちゃって感じでしたね。まあ2回目以降はしっかりね通常通り決めてたので、もうこのリアルなリミックスはここでしか見れない貴重な初リミックス映像ということで、第2話は完全保存版になること間違いなしです。そしてお楽しみの今日のアギレラ様、ピエーンが可愛すぎましたね。いや今日の出番はこれだけだったんですけど、この圧倒的可愛さ、もうねこの可愛さだけでニヤニー今日はもう満足です。本日の動画はいかがだったでしょうか。あかん、満足しすぎてちょっとねもうこんなところで終わっちゃいそうでした。さあ本題に戻りましょう。この2話はニヤニー大好き要素が満載回やったんですよね。さっきも言ったようにリアルな〇〇なのも好きやし、濡れるライダーがすごい好きなんですよね。雨で濡れたり海に飛び込んだり、今回はちょっと違うけど銭湯で戦闘する仮面ライダー、濡れるライダーはね小さい時からねずっとね好きやったんですよ。このガワコスを作り始めてからさらに好きになって、こんな贅沢なことあるってなるんですよね。僕が今作るのに使っている生地とかって洗濯ができない生地とかもあって、濡れたらこう劣化が早くなっちゃったり、そもそも濡らすなんてっていう感じなんですよね、あのスーツを。それをね堂々と濡らす、いや
浸かるなんて、一回でいいから家のお風呂でねやってみたいんですけど、もうそんなね、僕にはそんな勇気はありません。そしてリバイスと正式契約を結びました。その契約内容というのが、もう人を襲わない、人を守るために戦う、で一騎の言うことを聞く、聞かなければ一騎は死ぬまで戦い続けるということで、バイスも一騎が死んじゃうとね自分も死んじゃうので従わなければならない状況になっちゃったって感じですね。なんかね、この設定って僕最近なんかで見たことあるんですよね。あ、今思い出した、呪術廻戦僕ちょっと3巻ぐらいまでしか見てないんですけど、なんかなんちゃらスクナともこういう契約じゃなかったですか。なんかちょっとそういう呪術廻戦にもそういう要素ありましたよね確か。いや思い出せた、これね考えてる時ね、何やったかな、全然思い出せなかったんですけど、ちょっとすっきりした。多分両面スクナと主人公の名前忘れたが、こういう契約的な約束みたいな結びましたね。あとなんかいろいろこういう要素ってありそうなので、これに似てる作品を知ってるよって方いたらぜひコメント欄で教えてください。そしてあの男が違う形で仮面ライダーに帰ってきました。そう、尾上空くんです。いや帰ってきたーってどこにって思うでしょ皆さん。あの騒動の CM に空くんが登場したんですよね。これちょっとテンション上がりました。あの空くんがCM に出てるんであれば、僕騒動集めるとか特にしてなかったんですけど、これはもうね買おうかなと思います。そしてこれまたリアルな〇〇が続くんですよ今回の話。リバイスこれマジで好きです。僕オーインバスターの銃モードがこれまたたまたま使えたパターンでした。この撃ってからのもあって、これまたね全開ジャっぽくて好きですね。最初のジュランとガオンもこんな感じでしたよね。ジュランとガオンの初変身の時もなんかたまたまなんか教えてもらう前にバーンって撃っちゃって、えみたいなシーンあったじゃないですか。ジュランだけやったっけな。こういうの好きです。あと百レックス剣でしたっけ、百列レックス剣とか、こういろんな作品のオマージュ、これは完全に北斗の剣やと思うんですけど、いろんな作品のオマージュってハイヒロ見てても思うんですけど、これ見てて楽しいですよね。なんか気づきがあって、あこれってあれやみたいな、こういうちょっとオマージュが多いのも非常に僕は好きですね。そして今回分かった新しいバイスタンプの使い方は、スタンプを外して押したり振ったりすることで悪魔をコントロールできるってことなんですよね。バイスもなんだって言ってることから、これは完全に自分の意思で動いてるんじゃなくて、まあリヴァイに動かされてるっていう感じでしたよね。これ今回はレックスバイスタンプやったんですけど、例えばメガロドンであったり、今回出てきたイーグルであったり、今後違うスタンプでやったらどういう技が出るのか非常に楽しみですね。で今回はレックスリミックスでスタンピングフィニッシュっていうことでですね、めでたしめでたしっていう感じで一見落着したんですけど、で今回の最初にも言った考察ポイントなんですけど、それは夫婦の呼び方に僕はすごい違和感を得ました。前回ラストで元太が雪見のことをですねママさんと呼んでいて、なんか変やなと思ってたんですけど、今回の話で雪見も元太のことをパパさんと呼んでいたので、この呼び方に違和感があった人結構いるんじゃないかなと思います。皆さんのお父さんお母さん、もうすでに例えばお父さんでお母さんである方も見てくれてるかなと思うんですけど、パパさんママさんって呼び合ってる方っていますか？コメント欄でちょっとね、パパさんママさんって呼び合ってるっていうコメントをね残しておくので、お父さんとお母さんはそう呼び合ってるよ、もしくはお互いにそう呼び合ってますって人は、ぜひこのコメントのグッドボタンを押しておいてください。パパさんママさんって呼び合ってる夫婦が案外いたら、このポイントは忘れたいと思っております。ご協力お願いします。そして2つ目、3つの頭を持つ折り鶴。3つの頭を持つ空想上の生き物で、一番最初に出てくるのっておそらくケルベロスだと思うんですよ。ケルベロスって冥府の番犬って言われてて、またハデスに対して忠実で、兵士オドスは死者の魂が冥界にやってくる場合にはそのまま冥界へ通すが、冥界から逃げ出そうとする亡者は捕らえて貪り食うと述べている。これが地獄の番犬と言われる由来であるとされていて、なんかこう結構悪魔っていうね直接的な表記はないんですけど、ハデスの印象だったりこのケルベロスの印象って、なんか悪魔的なイメージってないですか？
なので、まあ、リバイスという作品にはぴったりな感じがするんですよね。バイスタンプがどんな感じで作られているのかはちょっとわからないんですけど、この例えば折り鶴からケルベロスバイスタンプみたいなものが形成されて誕生すると、非常にこれはまた面白いですよね。まあ、自然発生的にバイスタンプが生まれているっていう描写もないし、バイスタンプ自体、ジョージ・カリサキが作っているっていう可能性もあるので、それだったらこの話はちょっとなくなるんですけど、ロックシードみたいな謎の果実をちぎったらロックシードが出てくるみたいな感じで、バイスタンプも何かが形が変わってバイスタンプに変形するのであれば、例えばこの折り鶴がね、そういうケルベロスバイスタンプに変わると面白いですよね。そしてケルベロスバイスタンプが出てくるっていうのであれば、このケルベロスリミックスがあると思うんですよ。僕がずっと言っている3兄弟が変身するって予想してるじゃないですか。物語の終盤ぐらいでこの3ライダーの合体技とかでこのねケルベロスリミックスが出てきてほしいなって密かに思ってます。その際のリミックスのイメージはこちらです。扇いや、この扇が出てきたらかなりアチーでございますよ。今のところね、バイスタンプは動物と、まあ、恐竜とか古代種しかないけど、今回の例えばケルベロスみたいに幻獣も登場しそうな感じがしております。ということで今回は以上です。ぜひ2話を見た皆さんの感想や考察もコメントでお聞かせください。本日の動画はいかがだったでしょうか。楽しんでいただけましたか。ああそうですか、よかったです。ということでですね、まだ高評価を押していない方はぜひ高評価を押していただいて、チャンネル登録もよろしくお願いします。また明日も楽しんでいきましょう。それではバイバイ。